はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソニッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さん円王は、使っていらっしゃいますでしょうか。まあね、最近ね、診断で実装されまして、まあめちゃくちゃ強いと。まあ円王スネークアイ環境さすがにトップなんじゃないかとか言われているわけなんですけれども、やっぱそういうやっぱデッキやっぱちょっと聞くと、やっぱ逆張りおじさんのため、あのメタりたくなるのが人間だと思うんですよね。本日は AO をガンメとしていこうと思ってまして、AO メタビート、組んできましたのでご紹介していこうかなというふうに思ってます。 AO っていうのは基本的にその、ギミックとしてね、スネークアイと、まあ、あの合体することが非常に多いんですけども、基本的に AO ギミックは孤島とかでこう持ってきつつ破壊してガルドニクスとかを特殊召喚するので、あのね、まずですね、その孤島、まあ要はポニックスで孤島サーチした後の、ドロラのロックバード、これめちゃくちゃ重いです。なのでドロバが結構刺さります、まずね。で、さらに、まあ、もちろん増殖する G、 これ増殖する G しかもあの相手のターンに特殊召喚する関係上、別に自分のターンじゃなくてもあの高校トップ引きしても強いですからね。これ増殖する G は、まあ、増殖する G めちゃくちゃ強いと。でうらら、まあ、孤島へのうらら結構重いので、うららももちろん強い。で、墓地から特殊召喚する効果、例えば、まあ、キリンとか、あとそれからこのガネーシャという効果は、墓地からモンスターを特殊召喚する効果なので、これ、わらし、これ強いと。で、さらに、墓地にカードがいかないと、基本的にはまあ展開が、まあ、墓地から蘇生っていう効果が多いので、まあ、通らないというか、まあ、強い動きができないということで、ディメンションアトラクター、これ強いんですね。で、これをやっぱ基本的に全部入れることができるデッキは何かなと。クシャトリラかなと。これね、結局その AO は展開止まっても、その後に、まあ要は AO をメタることができるデッキテーマじゃなければやっぱダメなんですよ。まあやっぱりね、デッキテーマで除外といえば、まあエクソシスターとかクシャトリラと思ったんですよね。だから今回クシャトリラを持ってきました。まあディメンションアトラクターが詰めるからっていうのが一番でかいです。まあエクソシスターとかもまあ一応いいんですけど。で、もう一個あの強い点は、次元の裂け目、これクシャトリラデッキだとあんま痛くないんですけど、あの栄養デッキだとこれめちゃくちゃ痛いんですよね。まあもちろんね、相手がポニックス引いてて、そのポニックスムーブからこの栄養進展賞っていうカードを持ってこられて破壊されちゃったりするんで、永続トラップとか永続魔法っていうのはそこまでこう脅威にならないんです。実はあんまならないんですけど、やっぱ重ね引きした時ですね、例えばそのドロール&ロックバードプラス、まあ、裂け目とか、まあ、わらしプラス裂け目みたいな感じでなんか引いてる場合は、1枚破壊されても一応もう1個あるよみたいなところで、まあ強いし、あと史上最強の AO に刺さる、永続魔法、デッキロック、まあ、AO に刺さるっていうか自分にも刺さるんだけど、これどういうカードかっていうと、魔法トラップゾーンに存在する限り、あ、2回目のスタンバイフェーズで破壊されちゃうんですけど、永続魔法なんですけど、このカードは魔法トラップゾーンに存在する限り、お互いにドロー以外の方法でデッキからカードを手札に加えることができないし、デッキが特殊なんできないということで、まあもちろんね、これね、クシャトリラってデッキからカードを手札に加える効果めっちゃあるんで自分にも刺さるんですよ。自分にも刺さるんだけど、それよりも相手に刺さるから、まあ一応ね、あのクシャトリラってポン出しして打点2500とか2400とか、あの簡単にあるんで、まあ一回立っちゃえばデッキロック使えば相手そんな簡単には勝利できないし、あと結局バースがあるから破壊されても戻ってこれるから、まあディアベルスターとかね、2500のやついてもね、普通にそのユニコーン取られてまた戻ってこれるっていうのもあって、まあ相性は非常にね、まあ悪くはない。はい、1体出せば一応戦線維持はできるかなっていう理由でですね、はい、まあそれよりも相手メタれるっていうのが一番でかいんだけどね。だからまあ同じような性能で、例えばライオーとか、あと超雷竜サンダードラゴンみたいな、ああいうモンスターは結構遠洋には強いと思います。特に超雷竜サンダードラゴンなんか効果破壊対策あるから、まあかなり強いんじゃないかな。立てることができればかなり強いと思います。今回ちょっとね、クシャトリラギミックですけど、あとはやっぱりね、相手の孤島を、まあ、コスミックサイクロンでぶっ壊す、まあ、あの栄養の聖域っていうね、あのカードで孤島を破壊から免れることはできるんですけど、炎属性肩代わりして、まあ、除外は効くんで、まあ、コスミックサイクロンは後手でも強いし先行でも強いんで、まあ、めちゃくちゃ強いかなと思ってこれ入れてますというところですね。であとはもう、最終手段アライズハートさん、これまあ実質生きる、あの次元の裂け目みたいな話ありますので、まあこいつもまあぶち込む、ちょっとね、これこことはアンチやんじゃんね、その墓地に送るカードは基本的にアライズハートがいると発動できないんで、一応ドロールとか増地とかあるときはアライズハートを立てないで、普通にそのこの辺でストップして展開していきたいなと
いうふうに思ってるんですけど、一応こいつも、まあ、栄養ギミックには刺さるかなというところで、はい、早速ね、あ、ネクロバレーも入ってます、ちなみに、はい、本当にありとあらゆるメタカードを入れてみましたんで、頑張ってメタっていきたいと思います。はい、デュエルスタンバイ。なるほどね、悪くはなさそうだけど、ちょっとフェンリル君通りますかね。フェンリル君の効果と、あ、なんかあるね。フェンリル、あ、ヘフベラ、オッケー。あの、フェンリル君ちょっと、いきそうな気がしません。マスターデュエル。これ今制限カードなんですけど、なんか生き残ってる感じするよね。まあ、当たり前に OCG だと使えないんだけどさ。普通に、フェンリル君。これね、熱いよ、かなり。で、デッキロックドヤ顔で発動して、もうエンドレスは。はい。さあ、お前もデッキからカードって手札に加えんな。ちょっと積み木されてると若干グザいんだけど、かなりデッキロックは、もし相手が炎王であれば刺さるカードなんで、まあ、かがり火も打ってねえし、ウルカニクスも無理だし、ポニクスの効果も、はいよし、刺さってるぞ、これ。これ刺さってるぞ、多分。わらし、なるほど。わらしいね。ちなみに言い忘れてたが、デッキロックは自分にも刺さるんで、フェンリル のサーチ効果はもう使えません。あと2ターンぐらい。これ相手を殺すからに自分も殺されるというね、まさにね、肉を切って骨を断つってやつなんですよね。ええ。まあ一応ね、一回その、何、持ってこれれば、こういうフェンリルみたいな、モンスターバースで蘇らせることは一応できますんで、まあこれでね、ちょっとぶん殴っていきましょう。デッキロック自分も刺さるのがね、あれなんですけどね、超雷竜とかめちゃくちゃ簡単に出せるんだったらそれでもいいかもね。だからサンダードラゴン、次元サンダードラゴンみたいなデッキやったら意外といけるかもね。結構強いと思う、炎王相手には。うん、これ炎王以外にも刺さるからな。炎王だきっと。やはりな。それでもただ炎王の聖域で炎王の孤島なんか張ったところでサーチができないから、もうそもそも炎王の孤島なんていうカードは使えない。何？いや、まあ一応ガンマはケアした方がいいかな。ちょっとガンマね、入ってるパターン結構あるんですよね。まあ、自由打たない出てくる。で、もしガルドニクス引いてもガルドニクス無効にすればいいから。無効ってか、無効に社会すればいいから、バロネスで。まあ、多分なんとかなんじゃねえかな。キリンか、ガルドニクスいるか。あー、なんかいなそうだな。チェーン、これ優先権こっちに渡ってきてるってこと、これ何もないってことだよね。これキリン除外してよくない？クシャトリラフェンリル。これでちなみに、炎王新天章って言われたらちょっときついけど、まあ、それも無効にすできるっていう話。ガチで、相手マジでこれ、デッキロック、くっそ刺さってんじゃん、これ。デッキロックありえないほど刺さってる可能性あるの、これね。マジで。これだってさ、何も動いてこないとおかしいじゃん。多分これ、かがり火とかなんですよ、多分これ。相手の手札。見えないけどね。相手の手札、ガチで見えないけど、これ多分マジでかがり火やで。普通にバトルすれば、ちょっと一回ガンマケアするために何も効果使わずに。通りそう。これが、デッキロック刺されすぎて相手のデッキ分かんないまである。基本的には、まあ、クシャトリラムーブなので、まあ、クシャトリラ、アライズハートとかを出しに行けるハンドの時が一番難しくて、かかり火 OK。これは炎王かレス、まあ、エクセル入ったら炎王かな。多分。エクセルちょっと制限になってかなり動きにくくなりましたね。ちなみに、まあ、ちょっともうこここちらちなみに炎王決め打ちで、炎王デッキ決め打ちでちょっと孤島を止めようと思ってるんですけど、孤島のサーチ効果、あ、ポップルソッケでポップポップって言って、でポップ効果発動する、現在法ね、了解、現在法でサーチ入れる、で一回リンクリボーする、置くで、多分こっからポニクスだと思うんだよな。でポニックスで聖域で、聖域で孤島を張る、で孤島をっていうサーチ法だと思うんですけど、いやもうちょ暴挙、ここにうらら打たないっていう選択肢。ここにうらら打たないという選択肢。だから盤面は作られそうだけどね、これ。ちなみに盤面は作られそうではある。はい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 、いいでしょう。で現在法を打って、スネークアイのエクステルコストにしながら、それ強いですよね、それは強いですよ、非常に。で、ポニックスが特殊召喚されて、多分これ。やっぱそうですよね。よし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 、いいぞ。
よし、とりあえず相手の思惑を崩すことができるが、ただリンク値は異常に稼がれる。炎王の聖域いいだろう。で、聖域の効果によって孤島を張る。ここよし来い、使えよここ。これこれで墓穴とか言われたら本当何も意味なかったけどね。よーし、とりあえず炎王展開は止めたが、スネークアイ展開が残っている。ちょっとそれは聞いてないなみたいな話ある。これ多分炎王展開はできないんだけど、普通にそのスネークアイ展開はできちゃうんで、リンク値はめちゃくちゃ伸びるんですよね。はい、これが裏ら1枚では止まらないと言われているゆえんで、まあ、エクセルとこうやってこれでリンク5分が用意できちゃうんで。はい、なんでだいぶリンク、これリンク6分だったわ、裏ら打ったから1、2、3、4、5、6。いやちょっとさすがにやばいかなこれ、さすがにさガニサスやばい。あ、アポロウーサ、はい、ウーサー、あ、これウーサマスカレとかそんな感じ。トカ姫とかはいかないのか、なるほどな。トカちゃん墓地にいないのかなってでかくない。あーでもなんかまあアポロウーサマスカレーナであればなんか全然なんかマジでフェンリルだけで踏めるんじゃない、こんなもん。あ、お前おっせえな、ちょお前あったら話早かったけどな。それ初手にこいつ来てた場合それ投げれば もはや相手何もできないとかあるんですよね。いやまあとりあえず、まあ、フェンリル君は、まあ、爆弾させるしかなくて、でバトルフェーズ入りたいです。バトルフェーズ入りたいんですけど何かありますか。このバトルフェーズ入りたいです宣言まあまあ強いですからね。これはいはい、これだいぶアポロウーサリンク6分の使い方、マジでさ、これさめちゃくちゃ損だよな相手。これ多分なんかトカ姫とか言ったら分かった気がするけどね。これリトルナイトの効果使われます、除外されます、これスルーじゃない、これ多分フェンリルスルーしてよくて、で、はいはい、除外されましたと。で、もちろんメインフェイズ続けますと。で、クシャトリラバース発動して、まあ、バースで蘇らせると。よし、すべてをフェンリルとバースで踏んだぞ、神。で、メインツ入って、で、クシャトリラフェンリルの効果発動したいです。なんかあんだ、相手。あー、つえマジか、くっそ、なんかやるやん、やるやんけ。いやそうなんだよね、ガンマ結構強いよな。まあしょうがねえなこれは。あとは孤島を騙せるためにデッキロック発してエンドですね。なあちょっとね、あの栄養新天章とかのすびきだけやめてほしいんですけど、まあこれデッキロックちゃうにマジで刺さるんで、本当にデッキロックゲーなんで。まあドロールとかも強いですけどね、普通にデッキロックゲーミング。はい、エンドフェーズですって奥様な、言ったろだよ、めちゃくちゃ刺さんのよ。めちゃめちゃ刺さんのよ。王が特殊、アライズ出す、アライズフェンリルユニコーンかなこれ、はい。でクシャトリライズハード召喚で、効果発動。デッキロックちなみにね、マジで刺さるんで、自分にもだ、ユニコーンでそのパーピアス持ってくるとかはできないです。はい、でちなみにこの除外でなんか相手のキーカード飛んでもいいからね。エクセルとかをこのアライズの裏側とか、 G うざ、 G うざすぎ、なるほどな、 G うざすぎなんだけど、まあしょうがねえな。まあフェンリルをよみがえらしといて、で一応大柄効果使っちゃう、ガンマはもうドライバー行ってるからもういい、大丈夫だから5枚見て、はい、ディアベルスター、ガルド、ガルド、ガルドでかっ。いや、どうせ1枚だろ。栄養スネークアイ、多分ガルドニクス1枚なんだよな。いや、これで多分もう大丈夫じゃね。多分。で、これ、孤島一応除外しといて、よし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 。いいぞ、いいぞ、これはいい。ディモールといいぞ、これは。さあデッキロック状態でクシャトルラフィンリルがいて、さらにデッキの中のガルドニクスが 裏側で除外されてるぞあいつ。いやこれもうだいぶきついだろ。どう、ああでもディアベルさんいいのか、いやそっちよな、普通にディアベルは強いわ。ディアベルはセットだから多分これ初発動できるんだけど、ただデッキロックはちなみにデッキからの特殊召喚も封じるので、
まあ、ちなみにクシャトリが、あバトルファイズね、はい、あもうないんだセットするカード、多分これセットするカードないんじゃない、まあ、フェンリルはちなみに破壊されたもんね、無限に戻ってこれるんで、ね、あポップルス OK、 ポップルスか、はいはいはい、でデッキから、手札に変えることはできないので、多分ねこれね現在法とかも打てないんですよ、だからあのデッキロック発動されてるとデッキの特殊はできないから、でも逆に言うとこっちもクシャトリラーのあのなんだっけ、デッキから出すやつ、あトロイミアフェニックスか、強いな、あこれデッキロック割られると宇宙起きたりする、もしかしてこれやばいか、うらら、なるほど確かにうらら腐るもんねでデッキロックかでうらら打つことないからね、なるほどね、バースを破壊ね、まあ一応ちょっとクシャトリラオガ君の方が発動しようか、で5枚めくってうらら、フレームガンマ、ハカーナ、キリン、無限包容、まあさすがにキリン、はい、で全てのリソースを排除していく、え、で待ってこれ普通にしたら2800で1900なかったら勝ちじゃね、なんか相手500しかないけどライフ大丈夫、まあ一応コズミックサイクロン打つか、その癖なんすか、一応なんすか問題、あ新天使、あぶねーあぶねー、おいヒーター新天使、あいつやるなバトルフェイズいやこれデッキロック刺さってんなマジで、まあ俺にも刺さってんだけど何回も言うけどやばすぎハンドハンドやばすぎだろ、いやちょっとさすがにこれ入れすぎから永続魔法を永続トラップ入れすぎ問題発生してんだよ俺、ちょっとデッキロックとあのマックロックコスモスで多分サレンダーしてくれる相手も多分いるから、これでちょっと頑張るしかないね、初動引けないとね、ちょっとねあのアタッカーがないとちょっと非常にきつくてですね、まあ、ちなみにデッキロックはあのお互いにカードを加えることもできなければあのデッキアドクションもできないんで、まあ、かなり刺さりはします、だから今そういう意味ではなんかポン出しできるクシャトリラとは引いたらね、引いたらポン出しできるクシャトリラとは非常に相性がいいとは思うけどね、あさあどうする、デッキロックとマクロコスモスで積んでくれ頼む、すいませんでした、あのすいませんでした、ほんとにすいませんでした、ほんまにすいませんでした、ディアベリスターや迫真のゼロ妨害、迫真のゼロ妨害、弱点を、申し上げましょう、永続トラップ系の、デッキロックとあのマクロコスモスの、ハッピーの羽根ぼうきとライトニングストームです、え俺炎王メタって炎王に負けるんですか、炎王を目立って炎王に負けるやつがいたんですよ、なーにーやっちまったな、男は黙って炎王スネークアイ使おう。